はい、こんにちは。今回は、グラフと、先生、数1のね、2次関数の解説第13回目ということで、グラフとエクシプトの共有点の個数を、解説していきます。キーとなるアイディアは、解の判別式です。前回のセクションでは、あまり解の判別式の出番がなかったんですけども、今回は解の判別式の出番が出てきます。解の判別式というのはですね、二次式、ax の2乗足す bx 足す c イコール0の、解の公式がありますよね。そのイコール0になるような解は、まあこれですよなんですけども、このルートの中の部分のことを特別に2次方程式の解の判別式と呼びます。で、この数式がですね、プラスの場合は、グラフは x 軸と2箇所で交わります。イコール0の時は接します。マイナスの時は、まあ、交わることがないと。まあ、このグラフはね、A がマイナスの場合ですか、プラスの場合ですけども、A がマイナスの場合でも、交わる個数という点においては同じです。はい。で、これをね、まあ、意識しながら、次の問題に取り組んでいきましょう。ということで、まず138番。次の2次関数のグラフと X 軸との位置関係を調べようと。で、この位置関係っていうのは、要するに何回交わるんですかっていうことなんですね。ということで、括弧1、y イコールマイナス x の2乗引く 3x 足す5は、もう、これはですね、もうここがプラスで上に凸なので、まあ、もう速やかにですね、いや、まあ、2つの異なる点で交わるなんですけども、まあ、解の判別式を使って説明します。はい。解の判別式に当てはめると、b の2乗マイナス 4ac。4×a×c なんですけども、これは明らかにね、プラスになると。この最初がプラスで、次の部分もマイナスが打ち消し合ってプラスになるので、まあ、プラスになりますと。29という数字そのものには指して意味はなく、プラスかマイナスかっていうところが大事なので、まあ、プラスになるというね、これですね。はい。まあ、よって、このね、グラフは、x 軸と、2つの異なる点で交わると。まあ、2つの共有点をね、持つということになります。2番目、y イコール、4x の2乗を引く 12x プラス9。まあ、これね、ちょっと因数分解に気づいたら、こうやってね、2x 引く3の2乗だなって気づいたら、あ、2分の3のところで10回、頂点が2分の3カンマ0なので、まあ、このタイプってことは分かります。まあ、しかし、解の判別式を使うと、マイナス12の2乗マイナス 4×4×9 です。で、12のね、2乗は144で、まあ、16×9 も144だから、イコール0であると。で、解の判別式の値が0なので、まあ、よって、グラフは、x 軸と1点で接するなんですね。共有点が1つということになります。ちなみにこの12の2乗とかね、ちょっと数字が大きかったわけですが、ここの数字がね、偶数になっているときなんかは、符号さえ分かればいいので、d の代わりに、まあ、d をね、4で割ったものを考えることがあります。d を4で割ったものを考えることがあります。で、まあ、それ用のね、公式っていうのがあるんですけど、それはですね、ここの数字を半分にして、ここの4倍を消したものになります。まあだから、こう、ax の2乗を足す 2b-x 足す c イコール0。ここが偶数だった場合、解の判別式の値は、まあ b のね、2乗引く 4ac なんですけども、絶対に4の倍数になるわけよ。こうやって。で、どうせ符号にしか興味ないんで、あらかじめ、こうね、4で割ったものを考えるんです。
で、これだと全体的に数字が小さくなって計算が楽になると。まあ、ちなみに私はこの4分の D の式は、まあ、全然使わないんですけども、まあ、一応ね、教科書とかに載ってることなんで紹介すると、これは、まあ、B を半分にしたマイナス6の2乗引く4倍は無視して A かける C。で、これが36引く36なんでっていう話です。うん、まあ、そういうものがあるよってことですね。便利だなと思ったら、使ってみてください。はい、3番かな。はい、Y イコール3x の2乗マイナス 2x プラス6。まあ、どうせ解ない、共有点ねえんだろうってね、予想はできますけども、まあ、これもね、解の判別式に入れると、マイナス2の2乗引く 4×3×6。ということは、まあ、明らかもこっちの方がでかいんで、マイナスになりますが、はい、4×3×6 を引くんでね、4からね。まあ、なので、まあ、マイナスだなと。はい、よって、グラフは、X 軸と交わらないと。共有点を持たないと。共有点、X 軸との共有点を持たないになります。ちなみに、カッコ3の問題もね、もちろん平方完成して説明することはできるけれども、まあ、あくまで計算簡単ならそれやると。できるだけ楽な方法でね、やっていきましょう。はい、それでは、139番に行きます。はい、次の二次関数のグラフが X 軸と接するような定数形の値を求めようということです。が、X 軸と接するためにはどうなっていればいいんでしょう。接するための条件は、はい、ここなんですね。D がプラスなら接さないし、D がマイナスの場合も接しません。つまり、D が0になるときにのみ接するなんですよ。だから、条件、必要十分条件は、二次方程式の解の判別式がイコール0になることになります。はい、ということで、そこに K-1 の2乗引く8イコール0という、二次方程式を答えを出せばいいんだよね。で、これを解くんですけども、これは平方完成された式だから、8を移行して2乗を外してという玉ねぎ法ですね。で、 K イコール1プラスマイナス2ルート2となります。括弧に y イコールマイナス 2x の2乗プラス 4kx マイナス k。 これが x 軸と接するための必要十分条件は、解の判別式が0になること。先ほどと同じように、まあ、ここがね、偶数だからちょっとね、手抜きできるはずなんだけども、まあ、私はその式使わないので、B の2乗マイナス 4ac です。これが0になればよいです。16k の2乗マイナス 8k イコール0。左辺、因数分解をしましょう。8k でくくって、 2k 引く1イコール0。まあ、よって k イコール0の時と k イコール2分の1の時に、まあ、重解になるということだよね。さっきの問題では、まあ、ちょっとね、確認が難しい式ではあったんですけど、ちょっと嫌な数字だったんですけど、今回は0と、まあ、2分の1なんで、まあ、K が0だった場合とか点検してみましょう。K が0の時は、y イコールマイナス 2x の2乗だから、まあ、確かに接するわ、と。で、K イコール2分の1の時は、こう、元の式に入れると、マイナス 2x の2乗プラス 2x マイナス2分の1となり、マイナスね、マイナス2でくくると、x の2乗を引く x、まあ、2分の1でくくった方がいいな。マイナス2分の1でくくると、4x の2乗マイナス 4x 足す1となって、2x 引く1の2乗で重解となります。はい。
ほぼ似た問題になりますけども、次、140番いきます。はい、今度は、次の二次関数のグラフが、X 軸と共有点を持つようなと。共有点を持つようなっていうことはですね、共有点があるケースは、ここ、またはここです。この場合はダメですね。ということで、解の判別式がちょうどイコール0、またはそれより大きければいいです。で、括弧1、y イコール 2x の2乗マイナス x、まあ、ちょっとね、c が何だか分かりやすいように、ちょっとだけ式を書き直しておきますね。これはプラスマイナス k たす2ですね。が、x 軸と共有点を持つということは、解の判別式がプラス、あるいは0ということになります。まあ、あとはこれ計算ですよ。はい。b の2乗マイナス 4×a×c が0以上という不等式を解きます。この不等式は、k についての一次不等式なので、まあ、解ける範囲のレベルの問題だよね。展開して1たす 8k-16 が大なり0と。ということで、8k が15以上なので、k は8分の15以上となります。うん、まあ、k を大きくすればするほど、ここの数字がマイナスで下がっていくので、まあ、確かにそうなれば解も落ちそうだよねっていうことになります。まあ、次のね、140番の括弧には説明割愛いたします。141番。じゃあ逆に、次の二次関数のグラフが共有点を持たないように、x 軸との共有点を持たないようにっていうのはどういうことだ？はい、こういうことですね。こういうことなんで、解の判別式が0未満になればいいと。解の判別式が0未満になればいい。これが条件になります。はい。括弧1の場合は y イコール x の2乗たす 6x-k ですけども、これの解の判別式は36たす 4k、 これがマイナスになればいい。つまり k はマイナス9よりも小さければ良いです。ちょうどマイナス9だと x の2乗たす 6x たす9イコール0となるから、ちょうど重解になっているケースになるので、分岐点になっているよね。で、マイナス9よりも小さくすると、ここの数字が10とか11とかになるんで、グラフが上に上がっていくことになります。ね、だから、k を小さくすればするほど、まあ、逆にこう上に上がっていくんで、グラフが、まあ確かにないなと、共有点ないなってことが確認できます。はい。では、続いてですね。この重要例題のね、40を、まあ、簡単に説明します。はい、次の x についての二次方程式の実数解の個数は k の値によってどのように変わるか。まあ、今回は関数ではなくて、二次方程式の実数解の個数っていう聞き方をしているけども、まあ、要するに y イコールという関数 の、 x 軸との共有点の個数問題と同じです。少々式が厄介ですよね。で、これの実数解の個数を知りたいので、解の判別式の符号を調べればいいになります。ここで解の判別式を使っていくと、マイナス4括弧 k-1 の2乗、b の2乗、マイナス 4ac です。で、まあ、これ16括弧 k-1 の2乗引く8括弧 2k 2乗引く k-1。8倍はね、ちょっと外に出しておこうか。まあ、この辺がだから最初から割るようにしとけよっていう話なんですよね。まあ、こうね、8倍をくくっておくと2括弧 k-1 の2乗引く 2k 2乗引く k-1。括弧内を展開して、項引順で整理すると、2k2 乗と 2k2 乗消えますかね。この 2k の2乗の部分が消えるので、まあ、実質マイナス 3k プラス3になりまして、
まあ、マイナス3でくくるとマイナス24をかっこ k 引く1となります。はい。で、この符号を知りたいんだけど、k の値によって変わるよね。k の値によって変わるよね。で、d と k の関係をグラフにしてみます。d と k の関係をグラフにすると、これは、d は k についての一次関数であり、k が1のとき d が0ですけども、傾きがマイナス24のグラフなので、こんな風になります。ここからわかることは、k が1より大きい場合、d はマイナスなので、共有点の個数っていうか、二次方程式の実数解の個数は0個になります。k イコール1のときは、解の判別式の値が0なので、実数解の個数は1個となります。重解という形でね。で、k がマイナス、1より小さいとき、k が1より小さいときは、d はプラスになっているので、実数解の個数は、元のね、x についての二次方程式の実数解の個数は2個というふうになります。という具合で、まあ、元のね、二次方程式は k が絡んでてちょっと複雑ですけども、まあ、我々はその方程式を解きたいわけではなくて、その方程式の解の個数にしか興味がない問題なんですよ。なので、まあ、方程式を解くんじゃなくて、その方程式を解くときに出てくる解の判別式の部分だけ、まあ、に注目すればいいと。で、その解の判別式は、今回は k の値によって符号が変わるので場合分けをするんですが、その場合分けというのは、このグラフで考えると分かりやすいです。はい、今回の解説はここまでとなります。